旧金広氏は、1950年代に活躍した、大相撲力士である。本名は、野沢広氏、高砂部屋に所属していた。最高位は、西小結。得意種は、左四つ、より、現役時代の体格は171センチメートル、119キログラム。岩手県宮古市出身。実家は、酒や米を売る商店を営んでいた。1942年5月。 元横綱、宮城山福松が率いる柴田山部屋に入門したが、ほどなく、親方が逝去。それにより宮城山の師匠、早瀬川の高田川部屋に預けられ、序の口についた時の嗜名は、出身地、岩手県の名宝にちなんだ、早地宝。その後、郷里の地名から一字を取った、旧金に改名している。1五十一年一月場所にて、新十両に昇進すると、 この地位を1年で突破し、翌年、1月場所で新入幕を果たした。小柄で、小安ことでもいう体格で重心の低さを利用しての、より身が得意であったが、逆にがっぷりに組まれると力が出ず、地味な取り口に終始した。だが、東前頭5枚目で迎えた1954年、9月場所では、唯一とも言える見せ場を作ることとなる、同場所初日、横綱昇進を目指す大関、 土地二式を破るとさらには10日目、横綱、鏡里を破った。最終的には、この2番が効いて8勝7敗という平凡な星ながら、関東賞を受賞し、翌1955年1月場所では、自己最高位となる西小結びに昇進した。しかし、この場所、1勝14敗と惨敗して、1場所で小結びの座から陥落。以降は、 二度と三役に戻れず、幕内中から位にいることがほとんどであった。現役晩年は、休場勝ちとなり、重量尻まで番付を落としていた。1959年11月場所限り、32歳で引退し、年寄り、柴田山を襲名。すぐに勝負審判に抜擢されることが確定したため、引退相撲は行わずに断髪式だけ行った。以後は、 高佐護部屋付きの親方として、更新の指導に当たる傍ら、勝負審判や指導普及部委員などを務めた。定年直前、柴田山の名席を二所の席一門の元横綱、大野国に上途。1992年5月場所後に定年を迎え、昭和生まれとして初めて無事に定年退職を迎えた年寄りとなった。だが、 直後に体調を崩し、退職からわずか1ヶ月後の同年7月6日に、横浜市内の病院で亡くなった。死因は、心不全であった。去年65、ABCDEFG ベースボールマガジン社、大相撲名門立伝シリーズ、高佐護部屋 P20。ありがとうございます。